はい、ちょっと投稿が結構いつもより遅くなってしまい申し訳ございません。あの使用のため、はい、遅くなりました。すいませんでした。お、銀やないか。感謝祭楽しんどるか。どう、結構楽しそう。ああ、出し物の方も順調やし、休憩中にいろいろ回って楽しませてもろとるわ。もう結構満喫してるね。さっきもバザーで、掘り出し物があってな、思わず買うてしもた。バザーもあんねや。掘り出し物？どんなもん買うたんや。その掘り出し物とはなんだ。未使用の白いバンダナ3枚セットや。後で弟に送ってやろうかと思ってな。あれ、銀さんって弟いるんだっけ。へえ、弟思いや、銀。確かに弟にプレゼントするっていうのもやっぱいいよね、やっぱ。半分自分が買いたくてかもしれへんけどな。まあ銀さんも銀さんで、まあ自分で買いたいもんを、まあ、含んでそれで買ったんだろうな。こういうイベントならではの雰囲気のせいか、つい買い物したくなってしもたんや。あー、確かにお祭りだとなんか買いたいものを買いたくなるの、なんかわかるわ。わかるで、感謝祭マジックってやつかもな。感謝祭マジック。それとは。やばい、ちょっと時間になっちゃったけど、はい、ちょっとやります。ちょっと若干急いで多分、まあ、トークはなんとかやるので。お待ちどうさま、カルメ焼きです。あー、カルメ焼き、カルメ焼きにしたんだ、一応。よし、どうにか立て直したな。あの、渡辺の案はどこ行ったの。まさか開始直前に綿あめ機が故障するなんてな。ああ、だからか。だからカルメ焼きにしたのか。綿あめの材料をカルメ焼きに流用できてほんま良かったっす。ああ、なるほど、あの飴とかを使ったのかな。ああ、足りない道具なども幸いキッチンで調達することができた。でも綿あめ機故障ってとんだハプニングだな。感謝のシール貼った袋も軽め焼きにはでかいけど、大は小を兼ねるってやつっすわ。まあそれもそうか。関係者への連絡は済ませてきた。お疲れ様。パンフレットの修正は無理だが、エントランスや放送で案内するぞ。ああ、やっぱ放送ってなるよね、やっぱね。やっぱそうなるか。ありがとうございます。そっちの方は気が回らなくて。突然のことだからね。解決策を見出しただけで十分だ。おかげでうまく回っている。まさかのハプニングが起きましたが、なんとか対応しているそうなので。よかったっす。俺はネットで検索しただけなんで。ネット？あるものを流用する方向で調べたの。起点が効いてるよ。ああ、なるほど。結構瞬時にね。財前さんナイスやわ。ですよね。俺は機械の修理方法を調べてました。ああ、修理方法か。でも中学生が機械を修理するって結構多分すごいことだと思うな。なんか憧れる。すんません、カルメ焼きの作り置き分がなくなっちまいそうです。どうすんのこれ。なんか急に人が並び始めて。あー、結構人気やったんやな。知らせが出回り始めたか。うん、結構カルメ焼きも甘くて美味しいから。情報修正の告知が宣伝代わりになっとるのかもしれませんね。あー、確かになんかそれが効いてるんだろうな。列を増やすか。徳川も接客に入れ。わかりました。
うん、で、この綿あめ機はどうすんの？じゃあ、俺が軽め焼きを作ります。さっき作ってコツつかんだんで。もうコツつかむのなんか早いね。作るやつと分量を測るやつで分業しろ。俺は列の整理をしてる。列の整理って？逆にどうやってやると？なあ、その前に看板修正してもらっていいっすか？看板は綿あめのままなん？綿あめの上に軽め焼きって紙貼るだけでいいんで。いやー、それだけだとなんか物足りなくない？ったく、人使いの荒いガキどもだ。やっぱ綿あめのままなんだ。とか言いつつ、一番自主的に動いてくれとるような。うん、確かになんかそんな気もするな。結構起点がね。あ、言葉は厳しいかもしれないけど、たくさんフォローしてくれてるよ。結構瞬時に対応してるからね。さあ、忙しくなるぞ。各自ベストを尽くそう。はい。でもなんとか量は足りそうなのかな。ということで、人はこっちの方を見ていこうと思います。ハイチーズって、多分写真の方のハイチーズなのか、食べ物のチーズを誰かにあげるのかみたいな、どっちなんだろうね。はい、ということで、まあイベントは、明日まで？いつまでだっけ？15日まで。あー、ってことは多分あれだ。なんかさっきツイッターの方でなんか情報が来ましてですね。いつからだっけ？ちょっと他のスマホで今調べてるんですけど、12月6日からか。じゃあその時に多分追加で、あれだ、ストーリーが出てくるのかな、おそらく。まだわからないけど、それはね、まあ6日になってみないとわからないので、まあその時を待ちましょう。こっちはなんか15日までみたいなこと書いてあるんで、多分ストーリー追加になるかなっていうふうには考えてます。はい、ということで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。